リンダス・フラチアには、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の、女性フィギュアスケート選手で現在はコーチ。1980年、レイクプラシットオリンピック女子シングル銀メダリスト。1977年、1979年、世界フィギュアスケート選手権女子シングルチャンピオン。1976年、全米フィギュアスケート選手権で、ドロシー・ハミルに次ぐ2位となり、 同年のインスブルックオリンピックに出場し8位となる。同年にインスブルックオリンピック金メダリストのドロシー・ハミルは引退したため、リンガ・フラチアにはアメリカ女子シングルのエースとなる。1977年に全米選手権で優勝し、同年の世界フィギュアスケート選手権も優勝し、世界女王となった。1978年の世界選手権はアネット・ペッチに次ぐ2位となり、 翌1979年世界選手権では再び、アネット・ペッチを破り二度目の優勝を果たす。リンダ・フラチアニの現役時代のライバルは、アネット・ペッチ、ダグマル・ルルツ、渡辺・恵美であったが、中でも最大のライバルは1977年から世界選手権の優勝を分け合ってきた、東ドイツのアネット・ペッチであった。アネット・ペッチは、 当時行われていたコンパルソリーを得意としていた反面、リンガ・フラチアニは渡辺エミと同様にコンパルソリーが苦手であり、アネット・ペッチとリンガ・フラチアニの差はコンパルソリーの出来に左右されていた。1980年全米選手権で4度目の優勝を果たし、地元開催のレイク・プラシュット・オリンピックでリンガ・フラチアニへの金メダルへの期待は高まった。オリンピックで リンガ・フラチアには、コンパルソリーで3位、ショートプログラムで1位、フリースケーティングで2位。一方のアネット・ペッチは、コンパルソリー1位、ショートプログラム4位、フリースケーティング3位となり、リンガ・フラチアには、わずかの差で、アネット・ペッチの後陣を廃し金メダルに終わる。直後に、アメリカのメディアは、判定について激しいバッシングを始めた。 1980年の世界選手権後に引退。現在はコーチとして活動を続けている。ありがとうございます。